と思った時にゃ配給がだいぶ減っとった。イワシの干物4匹で一家4人の3食分。まあナッパだけの日よりマシではあるし、ポケ並んどったらそのうち卯の花も買えるじゃろ。ああなるほど。ああ、スミレ、カコベラ、スギナ、タンポポ、カタバミ、イワシの干物、卯の花、バレーショ、お芋、小麦粉、梅干しの種、さつまいもを切りて蒸す。スギナ軽く茹で水にさらして刻む。小麦粉をお芋とスギナにつきまじて平たく丸める。お昼ご飯の出来上がり。ケイコらがおらんと静かなね。余りたるは干して保存すべし。さてまだまだ。お米は5倍の水で薄めおかゆさんにすべし。バレーショ乱切りを加えさらに10分。箱辺のざく切りを加う。大根の皮、タンポポの根、千切りにして砂糖と醤油で煮る。タンポポの葉のざく切りを加え卯の花に混ぜさらに炊く。大根は薄く切りて塩にてもみ片ばみを混ぜる。梅干しの種と水を鍋に入れ煮立ったらイワシの干物を加う。蓋をせず煮汁をかけつつ煮る。仕上げに塩で味を整う。うんね、刈谷さんに教えてもらおうたんね。お米の配給が半分しかのうて、お芋の多いおかゆさんね。なんの。ほいでも明日は任せて使わさい。中心クスノキ公が籠城に頼るため発明したる食料増量の方。まず米をよく煎る。3倍の水を加え弱火でじっくり炊き上げるべし。節米しても燃料を無駄にしてはつまらない。ここは大日本帝国の力、火なしコンロに任せて朝を待つ。夕べの残りの煮魚の汁にスミレを加え味噌を入れてひと煮立ち。ご飯は再び火にかけ沸騰させておく。出来上がり。これぞクスノキ公ゆかりの南高飯。こっちはお父さんのお弁当に。ああ、今朝はエロご飯が多いの。飯粒が膨らんどる。こがいな炊き方があるんね。はい、いただきます。いただきます。あ、